はい、じゃあ収録の方も開始していきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。5、4、3、2、1。皆さん、こんにちは。エタカボーのキックオフ第18回目始めてまいります。前回ですね、ロブソと三重罰について、そして審判の目線、どういったところに、フォーカスを置いて、試合を見ていっているのかですね。それをちょっと、ざっくりと見ていきました。それと、グリーンカードに関することについてですね、お話をしてきました。それでですね、ちょっとまず画面を開きたいんですが、まずこの番組なんですけれども、日曜のお昼12時半から12時56分まで、リスンラジオ、マイチューナーラジオを用いてお聞きいただけますし、あと、YouTube でも配信されておりまして、私の拙いそのパワーポイントの映像、画像がご覧いただけますので、ぜひ、当日は参考にしてみてください。それでですね、画像を一個目だからそれでいいのか。あ、できた。まず、前回の振り返りに関して、グリーンカードについてお話をした部分がありまして、これがですね、なかなか浸透されていないということで、小学生年代を中心に、サッカーのフェアプレーとかですね、良いことを推奨していこうということで、設けられた、グリーンカードなんですが、ちょっと私の方で調べましたらですね、日本サッカー協会の方で、2006年3月の24日に発された文書において、細かくそのグリーンカードができた経緯ですね、それが書かれております。どういった場合に用いられるかっていうのも書かれてありますので、もし深く知りたいという方は、日本サッカー協会のホームページの中で、審判という、カテゴリーがあるんですけども、そこの中の、競技規則という、またさらにページがありまして、そこをクリックして入っていきますと、だいたい下の方をですね、ずっとスクロールしていって、下の方に行きますと、出てきます。そこにグリーンカードの、ファイルがありますので、それをクリックしていただくと、詳しく載っておりますので、見ていただきたいということで、ご案内いたしました。で、これはですね、2004年度からの導入だということで、もう19年前、逆に言えば19年も経っているんですが、あまりにも浸透されていないという現状があります。で、一応、YouTube 画像の方ではですね、URL を貼っておりますけれども、これはクリックはできないので、各自参考にしていただいて、実際にパソコンやスマートフォンで見ていただければということでお願いいたします。あれから19年経つのかと思ってちょっとびっくりしました。なかなか歴史があるのに歴史がないっていう、現実がちょっと悲しい部分ではありますけれども、実際私の関わってる東京都のある地域での少年少女大会があるんですけれども、どの審判員もなかなかグリーンカードを出すことがないんですね。なので、なんとかもう、上手に出してほしいなというふうに願いをしておきます。で、次にですね、今日は警告退場。多分警告の項目で多分終わりになるかとは予想していますが、警告というのはですね、懲戒罰の一種で、競技規則に規定している項目に該当した場合に、出てしまう
処分なんですけれども、まあ、大きく言うと、この競技規則のですね、第12条に書かれてある、直接フリーキックに相当するファウルを無謀に行った場合に、イエローカードが提示されます。で、まあ、以前にもお話ししたんですけど、ファウルのその、なんていうんですね、段階というのがありまして、まず一番、なんていうんでしょう、軽いと言い方は変ですけれども、まあ、不用意に犯した場合、これはカードは出ません。で、次に、この無謀に行った場合、というふうになってしまう。で、これが相手に対して、まあ、危険を発生させるような、まあ、ファウル。なので、ちょっとまあ、程度としては、軽くはない、重い。ということで、この場合には警告でイエローカードが出ますよ、と。で、もう一つ、過剰な力で犯した場合、こちらが、レッドカードの対象となって、退場となるということなんですけれども、この退場に関する項目はまた、そうですね、次の回答、さらにその次になるかもしれませんけれども、後日お話をしてまいります。で、次の画面がですね、警告に当たる、項目なんですけれども、一応こう、大まかに、8個あります。で、このまず1番目なんですけれども、あ、そうだ、それの前にもう一つ、グリーンカードの件ともう一つ、この30罰の件があったんですね。その30罰を簡単に振り返りますと、なぜこう30罰が重いのかということだったんですが、これがまず、退場になってしまうと。その時点でその選手は、その試合はそれ以降、プレーができない。で、更衣室に、いわゆるまあ、帰ってもらうということですね。そして、それはペナルティーエリアの中で犯された場合は、PK が与えられてしまう。ということは、ほぼもう、失点をする可能性が高い。という、まあ、ペナルティーのような、まあ、制裁のようなものなんですけども。それと、この選手は、この試合だけではなくて、次の試合に関しても、まあ、基本的には出場停止になってしまう。ということで、3つの、まあ、罰があるということで、これは重いんじゃないか。ということもあって、一定の条件のもとで、1つランクを下げてあげようという、なんだろう、情状酌量という言い方なんです。まあ、適当なのかは難しいんですが、レッドからイエローになる。またはイエローからノーカードになる。っていう場合があるということを、まあ、お話をしてきました。で、まあ、審判の目線としては、まあ、いや、ボールを持っている、コントロールしている競技者ではなくて、その競技者に対して、ボールを持っている競技者に対してチャレンジしに行こうとしている、追っかけている競技者にフォーカスがいってますよ、ということが、まあ、基本ですよ、とお話をしてきました。で、ようやくこの警告の中身に入りますけれども、まずプレーの再開を遅らせるという、まあ、項目があります。まあ、俗に言うと、まあ、遅延行為とか一般的には言われますけれども、要はその、サッカー競技として大事なものって何かっていうと、まあ、いろいろあるんですけれども、要はその、ボールが動いている時間を増やしたい。例えば90分ゲームだったら90分ゲームの、70分だったら70分ゲームの中で、どれくらいその、ボールが動いている時間を作らせるか、まあ保証してあげるか、ということが非常に、まあ、大事になってきます。今そのボールが止まっている時っていうのは、まあ当然プレーが止まっている時が多いんですけれども、それがあまりにも多いと、そのプレーの醍醐味が見られないし、やはりその観戦してるサポーターたちも、まあ、まあ、面白くないんですよね。で、まあ、選手も多分、なんか、まあ、つまんないかなと思うんですが、まあ、そういったこともあって、あまりその、プレーの再開に時間をかけている場合には、こう、警告を与えることがあります。じゃあ、何分、何秒で、
支援となるかというのは、具体的な、明確な数値はありません。主審の、実質的な判断になります。なので、その試合の、状況とかですね。例えば、どちらかがリードしていて、その、リードしている側の選手が、ね、早く時間を使いたいがために、ちょっと大会を遅らせて、なかなかボールを入れないとかですね。いろんな、パターンがありますので、主審のその、実的な判断にこれなってしまう。なので、明確に10秒過ぎたから、支援行為でイエローですよっていうことは必ずしも言えないというものです。で、次に、2番目にある言葉または行動で意義を示すということなんですけれども、これは例えば、ファウルを取られてしまった選手が、なんでだよってことで、例えばボールを、叩きつけたりですね、ボールを、投げ飛ばしたりというんでしょうかね。それと、あと言葉で、判定に対して大きく言葉を発してしまう。そういった場合に、イエローカードが出されてしまう、ということになります。で、これはですね、非常に紙一重となるのがですね、後々お話ししますけれども、退場の項目で、攻撃的、侮辱的、または下品な発言や、行動をするという項目がありまして、そこの項目と非常に微妙な位置づけというか関係があるので、内容によっては、黄色から赤になる可能性があります。ただ、ここで示す、言葉または行動というのは、一般的な主審や副審の判定に対してのリアクションなので、それを超えるような、発言とかですね、その行動というのがあるとなると、やはりそれは攻撃的、侮辱的、また下品な発言とかになりますので、非常にこれを見分ける、聞き分けるっていうのは大切になってきます。非常に難しい判断かもしれないです。他のスポーツであるかどうかはちょっとわからないんですが、一応サッカーにおいては言葉とか行動でその判定に対して異議を述べた場合には警告ですよというようなのがあります。次3番ですけれども、サッカーにおいてはですね、主審の権限が非常に大きい、絶大です。で、競技のフィールドにおいては基本11人のプレイヤーで行うんですけれども、片方がですね、合計で22名ですけれども、競技のフィールドに入ってくる、復帰する、または意図的に競技のフィールドを離れる、ということをした場合は、警告というふうになります。で、この競技のフィールドに入ると復帰するって何が違うかというと、まず復帰するというのは、言葉の通り、一度入ったけれども、一旦また外へ出て、ということなんですが、これは先発メンバーが基本的に該当します。一度フィールドに入って競技をして、プレーをしている人が、例えば治療をして、するために外へ出たと。それでまた治療が済んだので、またプレーに戻りたい。といった場合ですね。で、競技のフィールドに入るっていうのがですね、これは、例えば交代要員が、交代の手続きを経ることなく、勝手に、主審の承認を得ないで入った場合に、この警告の規定に当たるということです。で、あと、意図的に競技のフィールドを離れるということなんですけれども、これはですね、オフサイドを基本的にそれを崩すとかですね、そのライン、オフサイドラインを崩すために、わざと外へ出るとかですね、いろいろ状況があるんですけれども、
ただ単にこう動く一環で外へ出てまた戻る分には、問題ないんですけれども、まあ、最低はそのオフサイドラインを、こう、なんていうんですね、変更させることによって、その自分たちがこう有利になるような場面を作るとかですね、そういったのが考えるかと思われます。ですので、勝手にこう、地震の承認を得ないで、出たり入ったりするってことは基本的には警告の対象となるということです。で、最初にこう、ちょっとですね、戻りますけれども、無謀にファウルをした場合に警告となるというふうに話したんですけれども、第12条の直接フリーキックのですね、ファウルの中で、5項目目に、打つまたは打とうとするという規定があります。で、そこではですね、新しく、実機というのが追加されたんです。で、この実機ってのは何かというのは、お分かりになりますか、キャンさん。頭で相手にファールをするということですか？そう、それがなぜ、こう、追加するに至ったかっていう、何かこう、事情というのは、記憶にありますか？まあ、やっぱり、ヘディングの競り合いとかで結構衝突するイメージはあるので、故意にそういった行為をしてはいけないっていうことを明確に入れたとかっていうイメージですかね。ただこれはですね、2006年のドイツワールドカップで、あの有人名です。な。あの人。フランスの、世界最高峰のそうです。ジダン選手。ジダン選手。彼がですね、まあ多分何らかの事情で、まあ多分フラストレーションか何かが溜まった瞬間があったのかもしれないんですけども、そう、まあちょっと本人にしかわからない事情なんですけど、イタリアのですね、マテラッティという、まあ多分ディフェンスかな？その方に、頭突きをしてしまったと。それがあって、まあここの、12条のファウルの中の、打つまた打とうとするに、多分、追加されたんじゃないかと。それは、まあ、それもですね、そうすると、それも、不用意に無謀に過剰な力でという、その、パワーのレベルによって、いわゆる対処が変わってくると。確かあの時一発退場だったんじゃないかなと、記憶してるんです。レッドだったと僕も記そうで憶すしてます。ね。なので、それがここにこう追加されるってことは、もう打つまた打とうとするの3つのレベルで判断していくってことになってしまう。なので、非常に難しいです。頭部っていうのは基本的に守らなければいけないので、そこへの頭突きの仕方って、まあ、かするぐらいだったら、まあ、不用意と言ってもいいと思うんですけども、直接本当にもう、頭のこの突進する力が、まっすぐ相手の頭に行ってしまったら、まあ、それはもうほぼ黄色か赤になる可能性は十分含んでいるかなと。例えば、まあ、ぶつけた時に、こう、頭部が切れて出血したとかですね。多分、明確なそういうなんか外傷が現れたら、多分、一発退場になる可能性は高いかな、ということになるんでしょうね。まだその状況は、その試合以降、2006年だから17年、ないですね。ないですよね。なので、やっぱ世界大会での大きなこう、衝撃的な出来事が、こうやって規定になるっていうのはまあいいんですけど、そんなに頻繁に見られるものじゃないので。明文化しなくても現行ルールで十分レッドの判断できてそたうわですけですからね。ね。あれは多分ね、乱暴な行為でなったんじゃないかと思うんですね。それも退場の項目でお話しするんですけども、多分それで一発退場になったんじゃないかと。ただそれが、この直接フリーキックの規定の一環になるとなると、3つのレベルで判断しなきゃいけないということで、一発退場にはなりにくいのかなっていう、ちょっとまあ、疑問。
個人的にはあるんですけども、実際の事例がまだね、いくつも出てるわけじゃないので、それはまだわからないです。そういう、示談選手のおかげでというか、きっかけで、頭突き学を加わったという、ここのようですね。まあ、遡ってしまいましたけど、また画像を出して、これかな？ですね。それで次に、4段目で、今度は規定の距離を守らないので、距離違反とか、まあ、言われたりするものなんですけれども、距離に関する再開方法としては、ここに書かれている、まあ、画像をご覧いただける方は、見ていただければと思うんですが、ドロップボール、コーナーキック、フリーキック、またスローイン。この時の再開の場面で、いわゆる守備側の競技者ですね。その、競技者選手が、規定の距離を守らない場合に、また警告をされます。で、この、それぞれの再開方法の規定の数値なんですけれども、ドロップボールに関しては、その地点から4メーター以上離れないといけない。で、コーナーキックに関して、フリックに関しては、共に9.15メートル以上離れなければならない。で、スローインに関しては、スローインのその地点から1メートル以上離れないといけない。ということになっていまして、一応このそれぞれの規定に、まあ、該当する。それよりも内側に入ってくるとなると、警告をされる場合があります。あ、失礼しました。スローインは2メートルですね。失礼しました。2メートル。スローインは2メートルで、以内、2メートルよりも内側に入ってくると、警告される場合があります。で、この場合のその主審のコントロールの仕方なんですけれども、まずその予測、気づきっていうのが大事になってきます。では、守備側の選手が近寄ってくるんじゃないか、まあ、もしくはこう、離れていかないんじゃないか、というような、その気づきというのが大事になってきますので、そういう気づきがあった場合は、速やかに、まずその選手を離す。下がってくださいということで離していく。で、それでもなお、こう、動かないとか、またはこう、動きが遅いという場合は、そこでまあ、イエローカードを出すことは適切かなと思うんですね。要はその離れない選手っていうのはどういう意図があるかというと、もし自分がこの、まあ真面目に下がった場合には、相手がまあ、フリーキックなり、こう、素早く再開ができて、早く攻撃に移れるわけです。そうすると、守備側のチームは自分たちが、まだ守備の陣形が整わないとか、自分たちのチームがまだ相手のコートに入って戻ってこない。そういった場合には非常に危険な状態に置かれるということもあって、なかなかこの時間を稼ぐためにわざとその場所から立ち去らないということがありますので、主審はその大会のなんていうんでしょう、利益を保護するためにきちっとこの対処してあげるっていうのが大事になってきます。で、次に5番目の繰り返しに反則をする。残りこれ2はで分すね、です。以前は繰り返し競技規則に違反するというふうに書かれてたんですけれども、まあ、繰り返すその反則の内容に関しては問わない。で、回数も問いません。ですので、2回やっても、同じ競技者が2回やっても、まあ、繰り返しというふうに捉えても問題はないですし、例えば5回目で、あ、やっとこう、あなたは繰り返し反則をしたから警告しますでも構いません。これも非常にそのファウルの内容とかですね、いろんなこの状況をまあ考えて判断する、まあ主審の実質的な判断になるんですけれども、まあこれもまたいろいろともう難しい。2回目で出さなきゃいけない場面もあれば、まあ
4回目、5回目っていう場合もあるんですけど、あんまり遅いと、途中で交代させられると、あの時出しておけばっていうのも、後悔もありますので、非常に難しいです。そして、まあ、一番こう、星3つをつけたこの反スポーツ的行為ですけれども、今日ちょっと時間の関係でも入れないと思われます。入れないでしょうから、次回に持ち越しています。で、7番、8番は、これは VAR に関係するものですので、一応省いておきまして、まあ、余力があれば、後日行います。ということでですね、本日は、警告に関する、種類ですね、にお話をしてまいりました。で、また次回まで、今度は反スポーツ的行為を取り上げたいと思っております。本日はありがとうございました。ありがとうございました。以上で終了いたします。ありがとうございます。